卒業生入場。3月1日、南魚沼高校で卒業証書授与式が行われました。今年度卒業を迎えたのは男子55人、女子50人の105人で、コロナ対策のため活動を大きく制限されてきた世代でしたが、この日は保護者も参加し、明るい表情で式を迎えていました。皆さんが今後どのような人生を切り開いていくかです。皆さんは高校在学中に新型コロナと戦い乗り越えていった、まさに伝説の世代になります。南魚沼高校はとても良い学校です。なぜなら一人一人にさまざまな活動に参加できる機会が用意されているからです。名残はつきませんが、今日まで私たちを支えてくださった全ての皆様に皆様への感謝と皆様のご健勝、南魚沼高校のさらなる発展を記念して投資とさせていただきます。式の後の最後のホームルームでは、一人一人感謝の気持ちを述べたり、先生に花束を贈呈するなどして高校生活最後の日を過ごしました。お母さん、18年間ありがとうございました。クラス最初やっていけるかわからなかったですけど、まあ、ここまでみんなでしっかりやってこれてよかったです。違う道でも頑張りましょう。ありがとうございました。3年間ありがとうございました。みんなは昼食べる間も感情状態で無視をして、まあ、正直ヤバい人だなって思ってました。これからもそれぞれの場所で頑張って。最初は長く感じたんですけど、なんか最後今となっては3年間があっという間な時間だったなって思います。いろいろあったけど充実した3年間でした。はい、バイト頑張ってね頑張ってください。大好きです。はい、将来の夢は愛南町の魚を全国に広めることです。